Hello everyone! Thanks for joining us again today. We have a special guest again. My mother is here. 今日も来てくれてありがとう。はい。ね、the last time, we asked you guys to help us decide what to make and you guys chose croquettes, so we have that recipe for you guys. Make sure you check that out if you haven't already seen that. But the other half, or should I say the other 30% or so, wanted us to make ohagi. And my mother really wanted to make that for you guys. So,That's what we're making today. So let's get started. あずきをね、うん、軽く水洗いして、軽く水洗い、水洗いして、OK、ね、うん、そして鍋に、鍋に入れて、OK、これはもう洗ってるね。洗いました。洗った。OK、ね、OK、OK。そして、はい、今度お水。お水。じゃあお母さん、小豆をこれどれぐらい使ってるの今日は？あ、250g。 250g、 so that's like 1 1/3 cup、mm-hmm. 小豆 beans and it's washed, rinse in there。 で、あとお水。お水をね。はい。で、お水は入れますよ。はい、どうぞ。これの4倍か5倍ぐらいね。4倍か5倍。はい。So about 4 or 5 times more water than the 小豆 bean。So we're going to put it on to high heat first, bring it to a boil. Boil? Boil. Okay. So this is actually boiling. で、グツグツしてきたら、アクがね、出るから、あれ、アクをきれいに取って。Okay, okay. Got that? Got that? Very important point. 沸騰してきたからね。そうだね。これを。アクをね、捨てたいから、アクを洗い流しちゃう。洗い流す。おー、一度ザルにやめて、これをお水でちょっとさらっと。あ、こんなにね、すごい、すごいアクが出るね。じゃあこれはもう捨てちゃっていいの？捨てちゃっていいね。お水でね、ザッと。あ、これで、あの、綺麗に。綺麗になるからね。で、この後はもう一回ボイルするの？はい。あ、なるほど。あ、少し入れて、そしてさっきと同じくらいね。お水ね。OK。で、これまた強火でブクブク。ブクブクやって、ブクブクやったら少し。弱火にして、ね、で、そのまま置いて、うん、でスプーンかなんかでちょっと一つぐらい取って噛んでみるの。ああ、なるほど。踊ってるでしょ、うん、ね、豆がね、踊ってるね。そしたらこの火力をそこで調節するの。調節する。豆が踊ってたら、踊ってるでしょ？踊ってる。ウゥー！ OK! It's dancing! OK? だから弱火にして。弱火にする。今弱火にする。はい。OK! で、お水が少しになったら、少しずつね、お水を入れて、もち米やりましょうか。OK! Right! So, while the beans are boiling, because they do take a while,We're gonna make the mochi rice. So what do we have here? This is the mochi gome. Mochi gome, ne? Okay. All right. 2 cups of mochi gome. Oh no, sorry. Yes, 2 go. So that's 1.5 cups of mochi rice. Okay. そして、and 1 1/3 cups of water. Okay. This goes right in. 全部入れてる。あ、このもち米って、あの、洗わなくて。洗って、はい、I see, I see. Okay, so the mochi gome has been washed and rinsed. So they're clean. So make sure you wash the mochi rice. ここね。はい、わかりました。So all we have to do now is wait for the rice to cook. じゃあこれはどれくらい今ボイルされてる？そうね。ちょっと。もう10分ぐらいかな。どう？もう少し、もう少し、あと5分ぐらい、10分ぐらい、10分ぐらい、じゃあもうちょっとこれを10分ぐらい煮て、そしてあとこれ中で潰したりして、簡単な
あんこ作りをします。 OK。 いい加減だね。いい加減だ、うん、でもいい加減でいいんだよ。So I think we're almost there、うん、これ刺身味噌何回か足したの？お母さん1回だけ、うん、やっぱりあの知恵ですね。年の子、うん、だから年子。はい、私は、うん、ここで潰しちゃうんですね、うん、少しずつね、うんうん、こうやってスプーンで潰して、うん、もちろんポテトマッシャーとかがあればポテトマッシャーを使って、うん、Usually, you know, like we're making everything homemade right now. But if you have ready-made、red bean paste at your store, that's the easy way to do it、ね、まだね、もうすぐ母の日だね。そうだね、楽しみだわ。楽しみ、うん、楽しみ。何をしんちゃんくれるかしら。ねえ、新しい彼氏欲しいの？いらない。何もいらない。何もいらない、うん、しんちゃん、ご飯はまだかね？はい、ご飯ができました、ね、Here is the mochi rice. Look how beautiful、ね、もうすぐこれを中に入れちゃう、うん、移して、すごいツヤツヤ。なんかこのままでも美味しそう、うん、ねえ、うん、なんか美味しそう。はい、潰すの、うん、半分ぐらい、半分ぐらい、うん、全部あれしたら、うん、あれになっちゃうから、うん、ベトベトになるから、うん、あ、ね、なるほどね、うん、半分潰す、ぐちゃぐちゃっと全部潰しちゃうと、うん、あんまり美味しくないよね。少しね、うん、あのご飯の感触があった方がいいでしょう。うん、そうだね、うん、You can also use a potato masher if you like. But that's gonna make it a bit more sticky、yeah. 大丈夫、うん、はい、お母さん何してるの、はい、これ、うん、丸めておかないと、うん、なるほど、中身ね、うん、あ、意外とちっちゃいんだね。うん、大きくてもいいんだよ。ほんと、うん、ねえ、コロッケ作った時だね、お母さんね、バカでかく作ったけどね、うん、本当は大きいの作ろうかなと思ってるの、今日も、うんうん、大きいのにしようか。大きいにしようね、お母さん ね、今から上品に作ってもね、そう、意味ないよね。せっかく食べるんだけど、ね、大きい方がいいよ、うん、しんちゃんも立ち上がって、うん、そうしましょう。丸く、じゃあ丸く、こうおにぎりみたいに手を少し濡らして、うん、Get a little bit of rice. いいよ、形はどうでも。はい、で、丸くするのね。 Like this、mm-hmm. Here it is、mm-hmm. そしてオッケー、お母さん、あんこ、はい、こんな感じ、うん、柔らかくなってきた。柔らかくなってね、もう結構ドライだね、うんうん、So this is 1 cup of sugar 200g だね。塩、お塩ひとつまみ少々、ちょっと、うん、で、これをこう、うん、混ぜ混ぜして潰す。No? うん、ただ混ぜるだけ。混ぜる。So if you like the smooth anko paste, which is called koshian, you can just push it through a strainer. We're just eating it this way. This is called tsubuan, and it still has some of the beans、intact. And we like it this way for extra texture. It's up to you guys though. かき氷と食べるのも美味しいです。美味しいね。美味しいね。Taste it like that to see if it's sweet enough. どう？ま、おいしい。おいしい。はい、じゃあお母さん、はい、じゃあ、あんこはこれぐらいでいいんかな？そうね。ね、うん、ね、これぐらいの、うん、結構ね、あね、あのドライになって、そんなにべちゃべちゃじゃなくて、はい、はい、で、今日はこのサランラップを使います。使って。なあ、普段はお母さんは、ね、手のひらで、手のひらでやる。でもこれはみんなのために簡単な方法をね、真ん中入れたらいい。真ん中ね、なるほどなるほど。
手のひらだとこう伸ばせるんだよね。ああ。あんこが。なるほど、なるほど。ご飯が見えても、うん、これ下に行くから。あ、そうかそうか。ね、でこれでちょっと形を整えて。うん、いいでしょ。いいね。なるほど。このくらいご飯が見えても下に行くから、うん、下に行くからね、うん、ピョンと、はい、ピョンと、おお、なんかでかくね、うん、なんかだんだん大きくなって、だんだん大きくなっていくちょっとね、うん、形がおかしかったら、うん、ちょっとだけお水つけて、うん、ちょんちょんちょんってやったら、あ、形が綺麗になるから。なるほどね、うん、なるほどなるほど。終わり、うん、終わり、終わり、おはぎ完成です。すごいね、お母さん。 So this is the おはぎ。今日の出来はどうでしょうか。まあまあね、まあまあ、まあまあ、まあ、美味しく食べたら大丈夫です。あ、そうだね、そうだね、形。お母さん、美味しそう。そう、とっても美味しそう、うん、よかったね。最初はどうなるか分かんなかったけど、うん、結局、うまくできたじゃん。いただきます。うん、美味しい、美味しい。うん、昔のおはぎと同じ、うん、あのね、甘さもちょうどいいし、うん、どうかな。おいしい、うん、おいしいね。 A plus、うん、A plus、hope you guys enjoyed this recipe. If you did, please give it a thumbs up. Also, we want you guys to help us again in deciding what to make next. 酢豚？酢豚作れるお母さん。作れる？本当に？うん、作れちゃうよ。 One of my favorite dishes ever. 酢豚, which is actually Japanese style sweet and sour pork. Okay, so that's one thing. Oh my god, I'm excited.So, 酢豚、もしくは生姜焼き、生姜焼き、豚肉の生姜焼き、豚焼きの生姜焼き、うん、Yes, ginger pork, Japanese style ginger pork. So, which one would you choose? 酢豚、which is Japanese style sweet and sour pork, or ginger pork, 生姜焼き。 Let us know which one you guys want us to make, and we will make it for you. Well, my mother will make it for you. Also, thank you so much for all the comments, nice comments that you give to my motherShe's really, really happy. ね、すごいなんかみんなの優しいコメント、うん、嬉しいでしょ。嬉しいね、ありがとう、ね、はい、ありがとうございました。 Alright, so see you guys in our next episode. Thanks for watching. Bye bye. Bye.